皆さんこんばんは。マックガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい。えー、本日のテーマは特撮です。ご紹介する作品はゴジラ。えー、初代ゴジラですね。はい。えー、2021年11月3日、えー、本日ですね。で、えー、67回目の生誕日ということになるんですね。はい。まあ、ゴジラが、 ね、1954年ということで、11月3日。まあ、ね、67年ですよ。ね、まあ私の大好きな、あの、007シリーズで、来年で60周年なんで、まあ、ね、あの、映画史の中で言えばですね、さらに、まあ、先輩という位置にいるのがゴジラということなんですね。で、えー、今日はですね、まあ、あの、 どうで、もちょっととねいろいろゴジラのこえり、ー、まあ動画どうしようかなと思った際にですね、ちょっとこういう商品を持ってきました。で、これはですね、あの、2014年に発売されたんですね。映画館でね、あの、買ったんですけども、えっ、ー、と、ギャレス・エドワーズさんの、あの、ゴジラですね。はい。 えー、あのゴジラを劇場で公開した際に確かくあの販売されてたものだったはずです。はい、えー。2セット買ったんですけど、で、これがですね、えー、ゴジラですね。60周年記念劇場用プログラム宣伝素材復刻セットというものですね。で、えー、1954年初公開当時の希少なアイテムを復刻。劇場用プログラム宣伝チラシ。東方写真ニュース。 キャビネ用封筒、さらに特製キャビネサイズ、ポストカード8枚組特製クリアファイル付きということですね。かなりね。あの大、ー、王盛りだくさんのものなんですよ。これねで、それがねまあ、1500円っていうのをどう見るかってなるんですけど、私はあのー、まあ良かったんじゃないかなと思ってます。はい、やっぱりあのー。 ゴジラのこのパンフレットってね、結構よく復刻されてるんですけど、他のものとかっていうのを考えたときに、あの、そうですね。やっぱり、こう、内容、その,そのものがたとえ手に入らなくても、何が書かれていたのかなとかね。それはやっぱり気になりますね。まあ、その辺が復刻版のいいとこなんですけど、内容は知ることができるっていうね。で、まあ、それをご紹介しようかな。で、あの、ただまあ、 言えば映画のパンフレットと同じ理屈かなというところがありまして、えー、中をねお見せすることがねちょっとやっぱまずいのかなと思っておりますでそこで、えー、あの中にですね、まあ、説明書きのものがありましたんです、まあ、それをちょっとあのにとどめようかなと思ってますはい、えー、要はまあ,あ中にこういうものが入ってますよという,う紙がねありますのでね それをちょっとご覧になっていただけたらなということです。またあの実物はね、えー、どこかでネット等で購入、うん、できるかなあの探していただけたらと思います。あの充実していると思います、えー劇。劇場用プログラム B5 番全8ページ1954年昭和29年11月3日の初公開時劇場の売店で販売されたとですね。 から、東方写真ニュース、映画制作時、東方撮影所内にあった撮影所宣伝課が作成した写真中心の作品資料、劇場などに掲示されたと。そして、特製キャビネサイズポストカード8枚組、田中和清さんでしょうかね、撮影によるスチール写真から代表的なカットを選定。 当時、映画の宣伝用スチールの紙焼き写真サイズとして一般的だったキャビネサイズ、天、え、地、ー、120ミ、mm、リ×左右165ミ、mm、リで今回新たにポストカード化、えー。ポストカードとしてお使いの場合は82円分の切手が必要となりますのでご注意ください。とですね、そして、えー、宣伝チラシ、公開時マスコミに配布されたプレスシートの付録として作成されたと。 ねえー、からキャビネ用封筒映画制作時に東方宣伝部が作成した写真タイトルロゴ入り封筒、えー、特製クリアファイル表面は公開時に作成された反載サ,サイズのポスタービジュアル裏面はゴジラ生誕60周年記念を記念ん記念、えー、60年を記念して作成されたロゴということですねはいまご、あ、人分ろいろ書いてますね あ、資料提供ということで、ね、この西村さんが関わってらっしゃるんですね。どういう資料をお持ちなんでしょうかね、この方はね。m 1号ということで。で、えー、本アイテムの市ルが、ね、ありますよね。はい、まあ、あのー、ね、これはもう方がないことで、私が、そうこうね、中を開けて、これを、これをというわけにはちょっとやっぱいかないかなと思いますので。 はい、あのちょっとここは我慢我慢していただいてどこかでこれを探してくださいあの本当に生満足されるんじゃないかなと私は思いますあの私は満足しました、はいね、あのウルトラマンも劇場公開されたわけなんでねこういう何かセットとかのもの出てほしいですよねうん まあそんな感じですかね。はい。というわけでですね。まああのゴジラという作品がね、これから、あの、話によるともう海外でのゴジラの案件はもう確か切れたんですかね。なので、ゴジラシリーズとしては、海外ではもう一旦打ち切りになるのかなで日本にこれが帰ってくるのかというところありますけどね。 まあ、シン・ゴジラというね、あの、起爆剤をね、えー、設けてくれたおかげで、やっぱり目が向いたと思いますしね。これからも、やっぱりゴジラシリーズ、これはもう、続けてもらいたいな、っていうのは思いですね。はい、えー。あとは何か情報は、あ、あの、ツイッターでね、喋ったんですけど、えー、他に俳優さんでは、あの、ジャッキー・チェンさんとね、えー、5代目ジェームズ・ボンドのピアース・ブロスナンさんも67歳のはずです。はい。 えー、皆さん、1954年生まれということですね。はい。えー、実はあのね、私の親族にもね、1954年生まれの人がいましてね、はい。えー、同い年だねっていつも言うてるんですけどね。はい。まあ、誰かはちょっとやめときましょう。ね。はい。えー、というわけで、えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、 お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。